国船屋合戦、国船屋合戦、官名、国船屋合戦、国船屋合戦は、近松門左衛門作の人形浄瑠璃。後に歌舞伎化された。前五段。正徳5年、1715年、大阪の竹本座で初演。江戸時代初期、中国人を父に、日本人を母に持ち、台湾を拠点に、明朝の清朝からの復興運動を行った、鄭成功、国船屋、史実は国船屋を題材にとり、これを脚色。結末を含め、史実とは異なる展開となっている。は、島内、鄭成功が、異母姉の夫、菅明との同盟を結ぶ、菅明館が有名。初演から17ヶ月続演の記録を打ち立てた。今日歌舞伎で演じられるのは、主として三段目の一部である。明朝第17代皇帝重宗烈、崇禎帝の日嘉靖は臨月。そこに、嘉靖を賜れとの達旦王の使者が。李東天は賛成するが、江三桂は反対する。李東天は、自らの左目をくり抜いて使者に渡し、当座を切り抜ける。この功に、皇帝は妹を李東天に与えようとするが、当の先段王女が承諾しない。皇帝は官女に、梅と桜の花を持たせて戦わせ、梅が勝ったら、承諾するようにと命ずる。この花戦の最中に、達旦の軍が、宮廷に攻め入る。李東天が裏切ったのだった。皇帝は、李東天に殺害される。嘉靖妃は、江三桂の手引きで逃れるが、海東の港で、ついに砲弾に倒れる。江三桂は死んだ日の腹から御子を取り出し、代わりに殺した我が子を身代わりとして、腹に入れる。先段王女は、江三桂の妻、柳歌君に守られながら、海に逃れる。先段王女が小舟で、平戸に打ち寄せられたのを、明の元役人、鄭子隆が見つける。鄭子隆は20数年前に勅使により、日本に渡って、この地で漁師として老一官を名乗り、日本人の妻をめとっていた。老一官夫婦とこの和島内は、和島内の妻小睦に、先段王女を預け、明朝の復活のため、中国に渡る。一方、鄭子隆が大陸に残した、先妻、渚との娘、錦、少女は、達旦の将軍、菅明の妻となっていた。三人は、菅明に協力を求めるため、菅明の館である志士が城へ向かう。三人は二手に分かれたが、和島内と、母は、千里ヶ岳に迷い込む。ここで虎を退治した和島内は、達旦兵を手下にしてしまう。三人は、志士が城にたどり着く。警護は、対面を許さなかったが、楼門に登った錦、少女は、三人との対面を果たす。錦、少女は、老一官が父であることを確認するが、菅明は不在であった。警護により三人が、城内に入ることは拒絶されるが、三人のうち、母だけは、縄付きとなることを条件に館に入ることを許される。錦、少女は、菅明が味方するかどうかを、味方するならおしろいを、そうでなければ、紅を堀に流すことで合図することにする。城に帰った、菅明は、一旦、達旦の王に忠誠を誓ったものが、妻の縁で味方になっては、気が立たない。そう言われないようにするためには、味方になるのなら、錦、少女を殺してからだと答える。しかし菅明は妻を殺せない。錦、少女は紅を流す。怒った和島内は菅明の城へ向かうが、紅と思った者は、錦、少女が自害して流した血であったと知る。さらにその母、渚は、島内の母とする者もあるも後を追って自害した。妻の情に心を打たれた、菅明は、達旦征伐を決心し、和島内に、燕平王国政治鄭成功の名を与える。真意を得た小睦は、先段王女と共に、平戸から中国、浙江省松江の港に渡る。一方、江三桂は巫女をかくまい、山中で暮らしていた。そこに、鄭子隆、小睦、先段王女が現れる。敵兵に攻められるが、雲の架け橋の計略によって、難を逃れる。和島内、菅明、江三桂が、龍馬が原で再会する。そこに、鄭子隆が達旦を攻めに、南京城に向かったという知らせが入る。一同は後を追い、南京城を攻める。ついに敵を倒して、二校くらいにつける。正徳4年9月、1714年10月、竹本座の竹本義太夫が没し、遺言により、24歳の弟子、竹本清太夫が後を継いだ。しかし多くの年配者を差し置いてのことだったため、反発があった。そこで長老の近松門左衛門と座長の竹田出雲は、清太夫の長所である声を生かした、この作品を完成させる。この作品名は、当初は史実通り、国戦や合戦であったが、話は創作であるため、正を正と変え、国戦や合戦に直したとも言われるが、後付けの説明とされる。隣国である中国に題材を求めたことや、中国人と日本人の混血である。主人公は鎖国下において非常に人気を集め、結果的に3年越し17ヶ月続編という記録を打ち立てた。また歌舞伎化のほか、特本としても出版された。この人気を受けて、近松は後日狂言として、国戦や後日合戦、当選話今国戦やを書いたが、いずれも前作の人気には及ばなかった。現在は歌舞伎、文楽ともに2段目の千里が、竹と3段目がよく上演される。歌舞伎では、錦、少女の流した血が川に流れる場面を紅流しと呼び、国戦やが、ナムさん、紅が流れた。とうてい、傘を脱ぎ捨て、石橋の上で大見えを切るという荒事風の演出が、名高く、市川團十郎代々のお家芸となっている。また、獅子が城での国戦やと、菅明との対決は両者とも座頭級の俳優が共演して火花をらすのが見どころである。二段目切り、千里が竹に二世、杵屋勝三郎が作曲。足立ヶ原、船弁慶と並ぶ杵勝三伝の一つ。1878年初演。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。